にちは、こんばんは、あるいはおはようございます。ビビです。今日は水槽動画で、まだ1ヶ月も経ってませんけど、つい、先日っていうか前回、このグロッソ植え直して、まあ、今生やしてる最中ですよって言ってましたけど、まだあれからね、一月も経ってませんけど、このような感じでもう、芝生になってくれてます。で、そのグロッソが育たないっていう人は、まず光を見直すことと、あとですね、こちらテトラのイニシャルスティック、これまあ栄養剤なんですけれども、固形のね、これをまあ等間隔で植え込んでいってやる。そうすると、まあ、伸びが早くなりますね。で、今これ90センチ水槽で LED 投光器50ワット2灯だから100ワットですねを使ってます。まあ、通常の、まあ、釣りなんかで使う投光器なので非常に安価なものです。1灯今3000円かな。で、まあ、そういった安価な LED でこれだけグロッソも十分育ってくれます。まあライトはね、あの金額じゃないんですよ。デザインでもないと。やっぱり光量が重要ってことですね。ってなわけで、まあ前回からどんな風にグロッソが育ってきてるのかなっていうことで、動画あげます。いや、いいでしょう。やっぱね、前傾層はね、グロッソがいいな。ショートヘアグラスも良かったけど、見栄えはやっぱりグロッソの方がいいですね。というわけで、ピビでした。